きやな。約束しただろう。お前は彼女には負けない。絶対にだ。みんなが空に明かりを灯し、静かな夜を歩くための道を照らしてくれた。みんなが切り開いてくれた道に沿って前へと進んだ。美しい世界を守るために戦うよ。決戦の時は来た。あなたがここになれ、かつての私たちの旅に近づけてること、私はとても嬉しいわ。状況は大体分かったけど、一つ大事な質問があるわ。あなたは誰なの？キャプテン・オン・ブレイジ。任務が終わったの？へえ、やりますね。
長もボロニーと同じ深夜に行動するタイプですね。アブデースにランクアップ後、スキル、この花輪で魚するが解放される。レベルマックス時 HP75% 以上の時、通常形態の分岐攻撃で HP を消費する代わりにより高い炎ダメージを与える。 HP が低い時、必殺技発動で回復できる。深淵の律者が S2 にランクアップ後、スキル、この深淵で光り輝くが解放される。レベルマックス時オーバーヒート状態で待機中、 EP 回復が早まり、必殺技をより多く発動できる。トリプル S にランクアップ後、スキル、この健康で握りしめるが解放される。レベルマックス時、深淵の律者は通常攻撃、分岐攻撃などで新人の印を付与し、起爆ダメージがさらにアップする。美しい世界を守るために戦うよ。これから、やっと、はい、やっ、審判の時は来た。やろう、行動を開始しよう。やっ、やっ、はい、はい、私の番、文句はないよ。やっ、はい、やっ、決戦の時が来た。美しい世界を守るために戦うよ。行動を開始しよう。やっ、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 私の温度試してみる。このレッグ全てを断ち切る。花火をする。このレッグ全てを断ち切る。
界を守るために戦うよ。ウォーミングアップの時間だね。はっ、火炎バッケン。こんなものですか。花火でもする？ウォーミングアップの時間だね。時期を見て動きましょう。美しい世界を守るために戦うよ。時期を見て動きましょう。五秒終戦、万物となる。私の温度、試してみる？時期を見て動きましょう。出発です。炎上の光。
長もボロニーと同じ深夜に行動するタイプですね。